さて24頭ほとんど一斉にスタートしました。時に午後4時4分今年は鮮やかなスタートです。スタートするや大外から出た上坂へ猛然とスパートしました。一番内枠の天地からも滑り出しよく、外枠21番の凹凸も出足よく、吉久坂本までこれに続き、その後剣王一文字など一段となって7番手あたりに続きました。ゴール板の前あたりまでスタートした時の体型で進んできましたが、ゴール板を過ぎの頃から各馬は有利なコースを取って第1第2コーナーを回ってバックストレッチにかかろうと、早くも猛烈な競り合いが始まり、バックストレッチに入るや早くも凹凸は先頭に立った模様。上坂へその後数馬身離れて続き、3番手の剣王一文字がぐいぐい追い上げて上坂へを抑えんと2位を争って進み、上坂へ剣王一文字3馬の2位争いは熾烈を極めました。しかしトップを走る凹凸は強引に右の手で各馬を指令にゴールを目指しています。雨は一向に衰えません。それどころかなお激しさを増すばかりです。馬場は荒れに荒れて、蹄鉄の下からは雨と泥が大きく跳ね上がるのが目に見えます。面積の広い場内、ことには折からの強い雨に視界は利かず、スタンドのファンの群れも今何が先頭を走っているのか、本命ティモンはどこにつけているのか全くわからず、ただワーワーという歓声のうちにレースは進み、各馬はやがて第3コーナーのカーブにかかってきました。第3コーナーに至ってもなお凹凸先頭、基本一文字、上坂へ、南西社員、吉久といった順で各馬半マイルの標識を過ぎて、やがて最後の第4コーナーにかかってきました。断然凹凸トップです。騎手日本柳君は馬込みを嫌う凹凸の性質をよく飲み込んで、最初から逃げ切りの戦法を取り、ゴール前 200m となってもその足全く衰えず、むしろ各馬をなおも引き離してゴールに爆心します。かつては凹凸の勝利は不動のものです。後を追う基本上坂へ、すでに勝算なく、基本は早くから凹凸を追って無理をしたせいか、ゴール前で疲労し、上坂へに第2位を奪われ、本命絶対と言われながらついに第3位となりました。